大変ご無沙汰しておりました。にゃんこ軍曹の不思議体験談のコーナーですね。早速ですが、今回は私が高校を卒業して陸上自衛隊にそのまま入っていったんですが、入隊して初めの3ヶ月間は前期教育隊っていうところで、あの基本教練っていうのを習うんですよ。前期教育隊を簡単に説明すると、ビシバシしごかれて一人前の自衛官となる基礎を学ぶところです。そこであんまり言っちゃうと良くないのかもしれませんが、私がいた頃は殴る蹴るは普通にありましたね。当然人間扱いもしてくれないようなところでした。それで教官たちはこう言うんですよ。お前らきついだろ。きついっていうのは人間と思ってるからきついんだよ。人間と思うな。まあこういう前期教育隊で起こった出来事です。早速ですが、ちょっと口で説明するのが難しいので図に書いてみました。汚い図ですみません。一応3階で、こちらが外ですね。で、私の部屋がここでしたね。ここで、私はここに座ってたんですよ。ここに。それで仲間がここに座ってて、ここで喋ってたんですよね、仲間と。で、他の連中はみんなこういうとこから各自のベッドからあのテレビを見てたんですよね。そしたらあのこっちの方から亡霊みたいなモヤモヤがヒュー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 ってこう進んできて、他の部屋もみんなこう座りながらみんなテレビを見てる時間帯だったんですけど、で窓の外を通り過ぎていったあの亡霊ですかね、それをみんなテレビ見てた連中は気づいたんで、この青の矢印のようにみんな急いで隣の部屋の方行って、扉を開ければまた窓越しに見れるので、あの最初の部屋の方のエナハのやつが隣の部屋に今度行って、ガバって開けたら、もう開けたと同時にもうこの連中も同じこと考えてみんな飛び出すところで、これが連鎖的にどんどん見てて、私の部屋にも来た時にはもう隣の部屋があの娯楽室っていう誰でも利用できる部屋があったんですけど、もうみんなこっちに直行してってるんですよ。しかも40人ぐらいいましたね、もうこの時に。でみんな娯楽室パンパンになるような状態の目の前にこの亡霊が来て、ふわって消えちゃったんですよね。まあこれがちょっと汚い図で分かりましたかね。ちょっと口だけで説明するのは苦手なもんで、ちょっと難しいんで、それでこの話をちょっと鬼教官たちに話したんですよ、この日に。そしたら教官たち知ってましてね、なんだ見ちゃったのかって。それで、じゃあ見ちゃったんならもう説明教えてやるよっていうことで、みんな教えてもらったんですけど、私たちの、もっと以前に、ここで訓練してた先輩が、どうやら同じ大社の屋上から飛び降り自殺しちゃったらしくて、その後から、こういう現象が頻発するようになったらしいんですよね。でもこれが起きたの、この出来事があったのは私が入隊してからまだ1ヶ月半ぐらいしか経ってない時だったので、あとここに3ヶ月間訓練しなきゃいけないんですけど、あともう1ヶ月半ここで暮らさなきゃいけないんですよ。それでその日を境に夜トイレ行くのがみんな怖くて夜真っ暗にされちゃうんで、消灯で。だからごっつい連中とかもいるんですけど、わざわざあれなんですよ、おいトイレ行くから一緒に行こうよ行こうよって言って、みんなゾロゾロトイレ行くのも言えない範囲ごとで行ってるような感じで、もうしょっちゅうトイレ行かさせられちゃって、まあ今と思えばちょっと笑い話っぽいんですけど、当時ちょっとやっぱちょっと怖い雰囲気がありましたね、この場所は。まあ某駐屯地なんですけどね。まあこれが今回の、不思議体験の出来事ですね。